で元気はあったわけ。元気ある。あの書いてた後、ね、元気あって、元気があってご飯もすごくよく食べるし、うん、うちもすっごくよく、別にあの柔らかいのではなくて、普通の自分で食べてる、うん、じゃあ手を出して、やんちゃんの目で尻尾を抜いちゃった、うん、本当だ、毛が抜けちゃってます。よいしょ、どうだって、あらら、爪の目の1358、本当だ。どれぐらい食べ、何グラム食べてるか分かります？最近。45も食べる。それでももう辛いになるけど。45ってすごいね。あっちは、チモシーは食べてる？食べてます。けどその測ってないので、これくらいの器にボンと入れると結構散らかしてもいいけど、結構食べてる。それに1日2回あげてるので結構食べてます、ね。本当、じゃあ20グラム食べてるかな。食べてるかもしれない。20グラムくらいね。なんか食欲は妙にある。そうするとじゃあうんちもさ、すごいです。200超えてる。超えてると思います。で柔らかいのはない。いや、そんなない。粘膜マジで。ない。ないです。すごいね、レアちゃん。元気もそこそこあるんですね。あります。この子でさ、薬って飲めないの？あの、飲めないことはないです。あ、おしっこ。いや、また張ってるな。元気が出てくるとさ、おっぱい張ってくるんですよね。食べちゃっていいですか？おしっこ。あ、あと、取れます。取って。ちょっとおしっこだけ調べますね。はい。これね、こういうことね。ありました。このおっぱいはさ、うん、やっぱりマッサージした方がいいんだけど、はい、めちゃんこ時間かかるんですよ。はい、夕方迎えに来てもらうことで、あ、いいです、はい、いいです、はい、で尻尾がどうなってるって、尻尾鍵とかも手の辺はなんかやたらこう、あ、やってもやってるの、うん、あ、ほんで足の裏もここの色、見えます足裏、はい、これちょっとこれこっちの足回り、うわ、ひどいなこれ、おっと危ない。VT にした、VT。せーの。臭くはないんだ。と。コンディショナーと T3 で出てました。こういうスプレー。あ、ないです。じゃあ帰る時出しますから。はい、このハゲてるとこ、はい。コンディショナーと。痛い、これ痛い、この赤くなってるとこ痛いですよ、うん、なんかこれはあの足底皮膚炎、皮膚病です、うん、でここね、今度普通にして、はい、このこっちね、うん、この尻尾、うわー、ひどいことになってるね、この尻尾、うん、これは1日でやってたの、これなんで、いや、1日ではないです、なんかね、でも少しずつその毛みたいなのが抜けてました、抜けてるっていうか、多分抜いたかなっていうような感じのあれだった、この2本を出しますから、はい、でもし面倒くさかったら、うん、もう1本スプレーを切ってきてもらって、はい、半々に混ぜていっぺんにやってもらって、スプレーするだけ、揉むとかそういうことじゃなくて、うん、あ、いや、まあ、あの、擦り込んでもらえればなおいいです、うん、それから最後にちょっと湿り気は取ってあげた方がいい、あ、はい、だからティッシュとかタオルとかね、はい、でここではもう一種類ですか、かけます、これはコロタバンスって言って、かなり強力なステロイドなんですけど、はい、あの犬のアトピーの子なんかも使うんですよね、で、20分経つと弱いスプレーのシャルに変わりますから、はい、それをちょっと買ってきてもらいますね、ひどいね、この人、下からベギーに1、2、3、この子抱っこさせてくれないので、はい、できない、気づくのがなかなか、尻尾ってこう隠れてて上からは撫でてほしいから頭を下げますけど、なるほど、そんで一応さ、この子さ、慢性腎臓病があるわけなんですよ、はい、だからちょっと点滴とか治療はします、はい、で帰る時にこれと、はい、飲み薬も出しますから、はいはい、ちょっとそれやったってくださいね、はい、で、おっぱいを今からちょっとマッサージしてやってきます、はいはい、夕方の4時から6時の間だったらいいですから、はい、それまでには治療を終わらせて薬を用意して、はい、
しいですね。はい、はい、じゃあ卵ごと置いておいてください。はい、お願いします。お願いします。頑張ろうね、リエちゃん。レアン。はい、マッサージできるよね。はい。先にちょっと。やってるよ、タイマー。よいしょっと。走り回るよ。